中央自動車道の道路時刻表道路時刻表は道路整備促進規制同盟会全国協議会が1984年度から2007年度まで年1回発行していた高速道路及び一般国道の標準的な所要時間が察し体の時刻表の形式に倣って書かれているものである2008年度以降は絶版となっている鉄道時刻表は出発時刻と到着時刻を知る ことが最大の目的であるのに対し、道路時刻表では目的地までの所要時間を知るための資料であり、道路の区間ごとのおよその所要時間が記載された。所要時間については高速道路と一般国道を実際に走行して計測されたデータを元としていた。誤差を極力少なくするため交通混雑が発生しやすい時間。 条件を避けて、平日の10時から16時の間の時間帯を乗用車で実測しており、信号待ちや渋滞の時間も含まれた。ただし、これはあくまで目安とするのものであり、実際の走行時間帯や曜日による交通状況によっては、道路時刻表に記載された時間通りに走行できるとは限らないものであった。竹明木から書籍として出版もされており、 全国の主要観光地への経路や距離、時間、道路交通情報、宿泊情報なども記載され、観光ガイドとしても充実していた。これを元にした各地法版が国土交通省道路局のウェブサイトで公開されていたが2011年頃に閉鎖されている。ありがとうございます。